おはようございます。今日で Vlog 3週目です。昨日はずっと雨が降ってて、夜中も降ってたみたいで、道が濡れてるので、今日はいつものロードじゃなくてシクロクロスの方で来ました。シクロクロスはディスクブレーキがついてるんで、雨上がりとかちょっと水しぶきが飛んじゃっても気にしなくていいようにシクロクロス乗るようにしてます。普段のロードは服とか水とか乗せて1キロ台だと思うんですけど、シクロクロスは多分10キロいっちゃうぐらいあると思うんで重たいです。やっぱ上りは重いですし、ランシングする時とかちょっと車体を振ると重みがすごくよくわかります。シクブレーキは相当下りとか良くて、リムだとホイールによって結構気使うんですけど、カーボンとかだとディスクは一切気にしないでいいので、そこはすごくいいですね。このシクロクロスはジャイアントの PCX っていうモデルで、完成車で売ってるやつですね。購入の段階でコンポスラムのライバル1っていうやつに書いてあります。シングル、フロントシングルで油圧ディスクですね。フロントシングルで油圧ディスクっていうモデルで探すと、だいたいフレームはカーボンになっちゃうんですけど、シクロクロスでどうせ転ぶしあんまり気も使いたくないんで、アルミフレームで探してたんですけど、それは見つからなくて、でもともとこれは105ベースで、クランクはシマノはあのシクロクロス用の方が105はないんで、そこは FSA のがついてたんですけど、それは最初から交換してもらいました。チェーンリングは42で、スプロケットは11-42です。シクロの人はだいたいフロント40とかだと思うんですけど、普段も使いたいなと思って42-11-42にしました。いろんなメーカーフロントシングルで出して同じような仕組みあると思うんですけど、スラムのやつはナローワイドっていう仕組みで、スプロケットとチェーンとクーリーがこう噛み合うような形になってるので、チェーン落ちしにくいっていうことになってます。実際一回もしたことないです。フロントシングルはそのフロントのディレイラーがない分、そのメカもないしワイヤーもないんで、見た目すっきりで割とかっこいいと思います。あとはやっぱディスクブレーキの安心感ですね。